塩分濃度は、水に溶けている塩の量である。ここで言う、塩分とは、塩化ナトリウムだけでなく、硫酸マグネシウムや硫酸カルシウムそして、炭酸水素塩などの塩類を含める場合が多い。オーストラリアや、北、アメリカでは、この子が往々にして土壌に含まれる塩分を示唆しうる。水中に溶けている加減温の中で、最も濃度が高いハロゲン化合物の濃度が、 指標として着目される場合も多く、これはハリニティと呼ばれる。塩分濃度は単位体積、または単位質量に対して水に溶解している塩分の量である。両者の値にそれほど大きな差は発生しないが、正確な値が必要な場合には、その区別に注意する必要がある。塩分濃度は周りに住む生物にとって極めて重要である。例えば、 地表の水たまりだけではなく地下水も、また陸上植物に影響を与える。塩分濃度が高い環境に適応している、シオナス植物や極限環境微生物の、高塩菌にも、塩分濃度は甚大な影響を持つ。なお、塩分濃度が大きく変化しても生きていける生物は、耕塩性であると呼ばれる。もちろんながら、人間にとっても、塩分濃度の影響は重大である。 水を摂取する場合には、その塩分濃度が体内の塩分濃度よりも低くなければならない。しかし、塩分を除去するには、非常に手間を要する手順が必要となる。海洋学では、塩分濃度は絶対塩分と呼ばれる質量に対する潜粉率が伝統的に用いられてきた。これによって、水は炭水、乾水、塩水に区分される。なお、 塩分濃度のように濃度をつけるのは誤りで、単に塩分という単語を使うべきだという意見もある。かつては塩分濃度は硝酸銀適定や蒸発残差の量で求められることが多かったが、これはいずれも手間がかかる上に正確な測定も困難だった。1960年代以降は液体用の電気伝導率の測定が発達したため、それは 資料と標準海水の電気伝導率を検縁形で比較して求めることが多くなった。当初は海洋調査常用表の編纂者であるマルティン・クヌーセンラによって1900年に国際海洋探究会議がオスロやコペンハーゲンに作られた中央実験所で原標準海水コペンハーゲン水と比較されて塩素量が検定されたものがガラスアンプルに封入されて 1902年から各国に標準海水として反布された。なお、この原標準海水の塩分濃度は従来通り、小三銀的定で求められていた。1975年以降においては、標準海水はイギリスの海洋研究所から反布されている。この標準海水なくしては、海水の温度や塩分から密度や水平的流速分布に至るまでの正確な、 測定が不可能になることを意味する。ちなみに、日本は戦前に輸入途絶という事態に絡んで、独自に日本標準海水の作成を試みた歴史がある。その後の1978年に海洋学者は標準海水の代わりに塩化カリウムの標準液を作成して、資料とそれとの電気伝導率の比率で塩分濃度を表す実用塩分尺度を提案した。 この単位は無次元であり、通常は千分率で表記される。時に数として表記される場合もある。なお、他分野においては、例えば、物理科学では溶媒に対する千分率が用いられ、分析科学では溶液に対する比重量で塩分濃度が表されていた。海水の塩分濃度は、大体が約30パーミルから35パーミルまでの間に、あるが、内陸には、 海水よりも塩分濃度が濃い水や薄い水がある。この塩分の濃淡を表す区分方法は様々にあるがよく使われるものの一つが塩分量である。海水と同じ塩分濃度の水を基準の同塩解として1959年に表のようにベニス系と呼ばれる分類が定義され1972年に修正が加えられた。塩分濃度が季節を通じて 海水とほぼ同じ水は類似需要層と呼ばれ、この種の湖は海と常につながっている場合がほとんどである。これに対して塩分濃度が変化する水は卵管層と呼ばれ、その塩分濃度は0.5パーミルから300パーミル帳まで様々であるが、これが生物環境に与える影響は大きい。この塩分の変化は様々な周期を持っている。世界の海水の塩分濃度は 当塩分洗浄を示す。絶対塩分による分類及び実用塩分尺度による海水地をどなお、ベニス系関連用語の日本語定約は、現在のところは存在しない。本項目においては、訳けに際して、設備時と、設当時の医学的語根の一覧の日本語訳や、和英西フツ語、海洋総合辞典が用いられている。ありがとうございます。